皆さん、マイロニューヨークでビール飲むりやってるヨシです。 Hello everyone, I'm Yoshi, ビアの群れ in New York。 本日も一本ビールを紹介したいと思っております。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するビールはラッキードッグです。でですね、こちらのビールは以前に紹介しておりますが、以前に紹介したラッキードッグはペールエールだったんですよね。で、今回長い間入ってこなかったんですけど、やっと入ってきたら、うまみセッション IPA に変わっていたので、今日はこのセッション IPA の方を紹介したいと思っております。こちらのビールはですね、京都で作られていて、かの有名な木桜酒造さんが作っております。ニューヨークに来ているビールで、京都ビールと、あとこのラッキーシリーズを作っている酒蔵さんです。ちなみに僕も京都出身です。セッション IPA に変わったのか、ペールエールはどこに行ったのかということはちょっと定かではないんですが、初めて飲もう、ね、ビールなんで、はい、楽しみです。それではやっていきましょう。それでは早速飲みたいと思います。そうですね、色はですね、薄い黄色、ゴールデンカラーというところでしょうか。で、香りの方が、少し柑橘類と、シトラホップ、多分シトラホップを使ってると思うんですけど、シトラの独特の香りがしますね。はい、で、泡はきめ細やかですごく、いい泡をしております。はい、ふわふわした泡です。美味しそうですね。それではいただきます。乾杯。美味しいですね。非常にすっきりさっぱりしていて、でも苦みがちゃんと残っていてですね、飲みやすい IPA になっております。ちなみにセッション IPA とはどういうものかと言いますと、IPA のその風味を残しつつ、そのアルコール度数をちょっと低めに設定したビールのことです。だから軽めの IPA と説明した方がいいのかな。その IPA の旨み、苦みも残っているんですけど、口当たりがとてもライトで、非常に飲みやすくて、おそらくその IPA は本当に苦みが強くてですね、結構アルコール度数も高かったりとかして好き嫌いはあると思うんですけど、これはすごく飲みやすいと思います。京都にある名水を使ってると思うんで、クリーンな泡もクリーミーで、その先ほども言いましたけど、この口当たりがすごいすっきりさっぱりしていて、飲んだ後はほのかに柑橘類の香りと、苦みがずっとこう余韻で残るというような、ビールでございます。前のラッキードッグのペールエールも含めてですね、京都麦酒、京都ビールも全て、レビューしておりますんで、もしよかったらですね、そちらの方もご覧ください。概要欄にリンクを貼っ付けておきます。よろしくお願いします。で、こちらの居酒屋ジュラクさんなんですが、クラフトビールを、日本のクラフトビールをですね、60種類以上を扱っているお店なんで、ぜひぜひビール好きな方お越しください。よろしくお願いします。非常に飲みやすい IPA になってますんで、IPA があまり好きではないという方でも飲みやすいと思うんで、ぜひぜひ試してみてください。以上、ラッキードッグうまみセッション IPA でした。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲むりのヨシでした。 See you soon.